それでさ、ジャジャマルがさ、え？ごちそうさま。パンタ、もうご飯いらないの？うん。パンタどうしたの？元気ないじゃん。いつもより口数も少ないし。パンタ、どこか悪いの？最近歯が痛いんだ。え？それって虫歯じゃない？虫歯って何の虫？虫歯っていうのは虫のことじゃないよ。虫歯になると歯に穴が開いて染みたりするんだよ。パンタ、歯磨きちゃんとしてる？そういえば僕、最後に歯磨きしたのいつだっけ？パンタ、もう寝る時間よ。歯磨きしたの？したした。本当はしてないけどね。お腹減って寝れないな。そうだ、チョコでも食べちゃおう。夜中のチョコって美味しいな。5時間目の体育楽しみだな。1、2、3、4。パンタくん、お昼の後歯磨きしたの？え、してないよ。ご飯を食べた後はきちんと歯磨きをした方がいいですよ。平気平気。そういえばしばらく歯磨きしてないや。え？パンタ、口開けてみて。あーん。あら、やっぱり虫歯ができてるわ。明日急いで歯医者さんに行きましょう。やだやだやだ。あ、逃げた。歯医者なんて絶対に行かないもん。スコー、スコー、スコー。むにゃむにゃ。ここは食べ物にも不自由しないし、本当に最高の場所だよね。ケーキもチョコレートも食べ放題、天国だよ。ここの主人がいつも歯磨きをしないおかげで美味しいものが食べられるのよ。このままずっと歯磨きしないでほしいね。それじゃあ早速、今日も歯の間に挟まった食べかすを食べよう。昨日あれだけ歯医者に来るの嫌がってたのに相当痛むのね。パンタくん、どうぞ。ほら、パンタ行くわよ。うん。私は歯医者の XL です。今日はどうしたのかな？歯が痛くて。それは大変だ。それじゃあ早速口の中を見ていきますね。はい。痛かったら手を挙げてね。はい、痛いです。まだ何もしてないよ。パンタ、ふざけないの。それじゃあ口を開けて。あーん。もっと大きく。あーん。これは虫歯菌が住みついてるね。ちゃんと退治しないとね。うわー、なんか変な音が聞こえない？もしかしたらここの主人が歯医者に来たのかもしれないわ。お父さん、写真撮ってる場合じゃないよ。早く逃げないと。うわぁ、見て見て。いい。あ、パンタ、歯医者行ってきたんだ。昨日あんなに嫌がってたのに。痛い痛いって歯医者さんを困らせてたけどね。でもこれでまた甘いものたくさん食べれるよ。パンタ、また虫歯にならないように気をつけるのよ。わかってるよ。夜中にお菓子を食べるのもやめるんだ。ゴロ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 。で、ほら見て、歯磨きだって毎日ちゃんとするよ。パンダ偉い。頑張ってね。長く続くといいけど。